令和3年10月、大分県教育奨励賞表彰式が行われました。大分県では、教育現場で頑張る先生や児童、生徒、地域の方々の地道な活動を表彰しています。本日表彰された活動の中にも、学校、家庭、地域が一体となって取り組まれている事例が多く、非常に頼もしく、喜ばしく思うところであります。皆様の取り組みが各地域に波及することで、教育活動がより活性化され、本県の未来を担う子どもたちのますますの成長につながることを心から期待しています。大分県教育奨励賞、生徒による小学校での読み聞かせ活動、大分県立国東高等学校総合校とのあなたは学校における教育活動等において大いに貢献されました。よってその取り組みを称え表彰します。ありがとうございました。小学生の前で読んでる時に相槌を打ってくれたりとか、先生方からも上手だねとか言われるのが嬉しかったです。小学生が最後にお礼の言葉を言ってくれている時が一番いいんです。この活動を通じて本を好きになってくれる小学生などが増えたらいいなと思っています。この読み聞かせ活動を通じて学んだことを将来生かしていけたらいいなと思ってます。日田三熊高校ギターマンドリン部による演奏も行われました。ている人たちが多く、私たちもとても演奏していて達成感があります。これからもその地域の関わりをつなげながら、たくさんの人に届けられるような、心に届けられるような演奏をしていきたいと思います。